すげえ綺麗。今朝の話だが、お前が起きてくる前のことだ。家族と仲間たちの眠る墓へ行ってきた。これまでの報告と神具を返すために。神具？キセルだ。俺たちの間では神聖なものとして受け継がれている。敵を撃つまでは決して墓には立ち寄らず、また神具も肌身離さず持ち歩いていた。神具にはたくさんの大切な魂が宿っているからだ。だが故郷に戻ってきてからずっと俺は墓へ行くことができずにいた。どうしても行くことができなかった。本来であれば俺も皆のもとへ行くはずだったからな。それが今朝は自然と体が動いて墓へ向かっていた。俺は神具を返し、皆へこれまでの報告をした。それから皆のもとへ行くにはあとまだもう少しかかると思うな。ミンク、ようやく俺の第一の旅が終わりを告げた。今日お前とここに来たのは第二の旅立ちを始めるためだ。第二の？お前との旅だ。俺の魂はお前によって第一の死から解放された。次の死へと向かう旅をこれから始める。青葉。